ははいこんにちやすすで、えー、今日はね収録日が、えー、5月30日なんですけども、えー、今日はね、えー、高決算のハイグロ銘柄、えー、12選という、ね、内容でお届けしたいなというふうに思ってます。今日もね最後まで見ていただいていい動画と思っていただければぜひ、ねえー、チャンネル登録、いいねでね応援していただけると嬉しいですし、えー、特になんですけどもあのー、ねちょっとハイグロの動画っていうのは時間がかかる割にはねちょっとあんまり再生数っていうのは伸びにくい。 性質があるんですよねやはり皆さんこう金融あのマクロとか金利とかインフレとかのトピックの方がねあのかなり再生数が伸びる傾向があるので。 あのねぜひともねあのやっぱハイグロ好きだよっていう方はねあのいいねでね応援していただけると本当嬉しいですあのね昨日のガファムもね「いいね500回でね500超えてね本当にありがとうございます」なんでそういった動画やっていこうかなと思うんですけどもハイグロもね「えー、いいね」をね500超えたらね、えー、今日のねあのいくつかの決算銘柄のね深掘りとかもねやっていきたいなというふうに思うんでねぜひぜひね応援よろしくお願いします き今日の内容なんですけども、ねまあ、100社以上ぐらいのハイグロから、まあ、高あ圧メーカーをスクリーニングして、その、ねえーまあ、ティッカーだけ、ねちょっとね、紹介させていただこうかなというふうに思っています。はいまあ,あと,、ねえー、と、気になるハイグロというところで、まあ、ちょっとこれは高決算じゃないんだけど、まあ、気になるよなというところは、ねちょっとね、私の目線で、ね、ちょっとお話しできればというふうふに思っています。ののでししまだ決算いいってもスクリーニングしな,い好きないので ティ、まあ、ッカーシンボルの、ね、きっかけとして、ねえー、見ていただいてあとは、ね、皆さんで深掘りしていただいて皆さんの、ね、判断で、ね、投資をしていただければと思うんですけども、えー、なぜハイグロなのかというところなんですけども私はあのーえー、と動画を長く見てくださっている方は、ねあのー、分かるかと思うんですけど11月の末ぐらいに、まあ、ハイグロはもうそろそろやめた方がいいですよという発言をずっとしてて。で え4月ぐらいに、ね、打診買いするって言ってね、まあ、実はその打診買いずっと持ってるんですよで結構ねプラテンしてきてます実はその時に脱芯がんしたのがねだからそれもあってまあもう一部のハイグロにやっぱ即打ちの兆しがあるんじゃないかなと思ってますまあこのなぜ今ハイグロなのかハイグロは即打ちしてるのかっていうこのこのテーマに関してはちょっと別で動画撮れればいいかなと思うんですけども例えばセリスースとかセリシウスとか見てもらえれば分かると思うんですけどもあとエンフェイスとかかやはりあのもうね 1>, 1月2月末の底値から下掘らないで、あのもうそこをかなりサポートラインとしてどんどん上に上がっていっているので、まあ高決算のねハイグロっていうところはやはりもうあの底打ちの兆しがあるんじゃないかなと基本的には思ってます。で、インフレがピーカーンとしてね、えー、金融相場金融、金利が低下してね金融相場というところが見えればね、あのいよいよねハイグロっていうところがね徐々に徐々に あの盛り上がってくる。まあ早ければね7月8月にもねそのタイミングが来るかもしれないなというふうに思っているので、まあそれで金融相場が来た後のハイグロカではなくて今のうちからね急反この銘柄の決算良かったですよねこの銘柄のまあ何ていうかな深掘りしてった方がいいですよね今のうちにね、えー、準備しておくことはね非常に大事かと思います。えー、振り返れば2020年の4月は、えー、大ショックが来てね、えー、それで、えー、一気にね金利を引き下げて であのー、あとはなんだっけ、あのー、その債券を、ね、どん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  FRB が買っていったんですけども、もうほとんどすべてのハイグロが、ね、上がっていきました、ただ、すべては上がっていったんですけど、やっぱり濃淡はあったんですよね、やっぱりいいハイグロから買われていくっていうのもあったし。 まあ、その時にもねやっぱ自信を持ってこのハイグロボンボンボンって買っていくっていうことができればまあ正直な話あの今もうね打診買いとしてねはあのかえあの買っていっても、ね、いいぐらいだなっていう風にね思ってるんでまあ今日のこの。 動画をきっかけにしていて、皆さん自身でねいろいろ調べていただいて、まあもうそろそろ5月、6月だかちょっと打診買いだけ、本当にもう痛まない程度に本当小さく買ってって、金融相場が来たら、そこでボンボンボンって入れていくみたいなねことができればいいんじゃないかなというふうにね思ってます。で、今日うは Q1 の、2022年 Q1 の決算から、ハイグローメーガ12銭出してます。で えと一応、選定基準はまず高成長維持、加速をしている銘柄です、だから例えば、YOY60 です、すごいだろうって言っても、これが90、80、70で下げてきているものは対象外にしています、でえー、だから YOY30 でもあの例えば10、20、30で加速してきたりとか維持しているというところはね、丸にしています。 であと EPS をわずかにでも残しているところを基本的にしてます。えー、やっぱその売上成長がね YY60、70すげえだろうって言っても EPS 赤字ですよね、でそういうところって大抵マーケティング費用をすごい突っ込んでるので、マーケティングしてるから売上成長が強いだけであってね。そそれいつかその マーケティングを終えたら成長もしない、利益も残らないという会社になってしまうので、あのそういったところは今、弾いてます、まあ、EPS をわずかに残してるであので、全部じゃないですけども、ね、もほとんどの銘柄でねあの、決算書もさらっと見て、まあ、これなら EPS も今後残していけるかなみたいなところをね、えー、注目点に置いてます、だから、安、えー、さん、この銘柄どうですかみたいな、すごい成長してるんですけど、つうけども、EPS がもう、まあ、真っ赤っかであれば、私は基本的には、えー、まあ、おすすめしないというか、そういった銘柄を排除してます。はい ま,あそれはねまた金融相場が来て、また逆金融相場が来た時の下落率とかに影響してくるんでね、そういう感じにした方がいいかなと思います。ある程度ね、テーマ、セクターでも、ちょっとそこは主観でね、ピックしてます。で、大体ね、決算になったら100社以上くらいね、私はの、その、私のその普段のリストの中に100社くらいハイグロのね、チェックリストがあるんですけども、それをちょっと週末、バーって全部見て、 まあ気になるもものは決算も見てスクリーニングしましまた、えー、今回の動画は、まあ、おそらく20分前後ぐらいだと思うんですけどもその動画以上に、ね、時間は相当かかってますし、まあ、ちょっとねこう他の方にも言ったら申し訳ないんですけども他のねあのインフレだ金利だっていう動画よりも相当に時間かかってるので、あのーね、もしよろしければ、ね、ほんといいねとかで、ね、応援していただけると、ね、本当に、ね、ありがたいですで次の動画であの次のページで、ね、パッと12銭出すんですけども <laughs> パッて1ページで出るんですけども、選定時間、めちゃくちゃ時間かかってるんでね、ぜひよろしくお願いします。で、こちらがね、高決算の配グロ12選になります。 えとまあ、まず一個一個名前いってきますかねサイバーセキュリティからクラウドストライク、G スケラパラアルドネットワークス、サ、えーズからデータドック、ハブスポット、えー、ズームインフォ、えー、非テクノロジーではセルスース、エンフェイスですね、e、えー、コマースはほとんどズタボロだったんですけども、d ーローカルとメルカルレーブルは素晴らしかったです、えー、広告フィンティックということで、マグナイト、ブロックというところをね、えー、選定させていただいてます。でまあ、まず全体感としては、あのー、まずね、やはり、あのー、なんていうのかな、 その今のテーマに強いところがやっぱ残ってるなっていうちゃんとしたイメージはあります。例えばサイバーセキュリティといったらやっぱこの3社になるんですけども3社とも強いんですよで、えーっと。特にクラウドストライクなんか素晴らしいんですけどもマーケティング費を販管費ちょっと落としてるんですよね、まあ、売り上げの比率からしたら去年よりも落としてるんですけどもそれでもね売上成長確かにちょっと落ちたんですけどもそれでも高成長維持してるんですよ。マーケティング費用半費管落としてにも関わらず 高水位置を維持してる特にクラウドストライクは、えー、ネットダラリテンションレート、ね、既存価格の売り上げが拡大してたりするんでやっぱそのサイバーセキュリティあの勢いはあるんだなと思いますで G スケラーは、まあ、この中では3番目に位置してあの僕の中では3番目なんですけども G スケラーも調子いいけどちょっと半感比が高すぎるなというところありますでパラレルドネットワークスは成長率が30%ぐらいでそんなハイパーというほどのグローブじゃないんですけども このハイグロはですね非常に特殊なハイグロでしてあの、ね、ハイグロの中でも EPS を一番残してるんですよね、まあ、結構老舗なんでもうなんか売上上げ、まあ、利益度外視で売上げ成長を伸ばすっていうところの、まあ、年数的に、ね、もう終わった会社だと思うんですけどもそう,そういったステージはね、まあ、とにかく利益を残している珍しい会社ですいずれにせよサイバーセキュリティというところがね非常にあの決算が良かったかなと思いますそして SARS モデルを見ていくと基本的に あの一般的な s a ズ s モデルっていうのはほぼ壊滅してます。あのね、一世の風靡したクー,クーパーだったりとかオクタだったりとかドクサインとか、まあ、そういったところは、ね、結構、ね、売り上げ成長を落としていって壊滅しているので、まあ、いわゆるビジネスの,その,なてうのかな補助ツールとして使う s a ズ s ていうのは結構しんどいなという感じがありますただ、その中でもあのここには挙げてないんですけどやっぱサーバー関連の s a ズ s は結構好調だなという感じがしました。えー、っとね ちょっと売上げ成長が弱いんでね、あんま開けてないんですけど、DT、えっ、ー、と、ダイナースだっけちょっと、ティッカーシンボル DT しか覚えてないだったりとか、確かあの辺も良かったんじゃないかなあの、なんだっけあの、スプランクとかも良かった気がしますけどもね。うん。まあ、いずれにせよ、ただその中でやっぱ絶好調のがデータドックです。あの、サーバー監視ソフトウェアとして、ほぼナンバーワンですけど、データドック、やはりこういったサーバーセキュリティだったりとか、サーバー関連のソフトウェアっていうのは、まあ、 こんだけ需要が落ちていっても、こんだけマクロ状況でこの企業の予算が絞られる中でも、しっかり、ね、あの企業、お金を使っていくところなんだなというところがあります。そして、ハブスポットとズームインフォ、この2つだけね、さっきあのサービスサポート系の,あのサー,ザーズはずたぼろですよと思うんですけども、やはり私が、ね、前から決算見てたりとか、まあ、決算見てる中で、結構この会社頑張ってるなっていう、本当、その企業の受力として、頑張ってるなっていう決算、会社、この2つに関して言うと、やはりね、 売上を落としてないんですよ、そんな。うん、ほとんどの会社がこう売上をどんどん,どんどん落としていってる中で、この2社だけはやっぱ売り上げを落とさず、ちゃんとやっていってるんで、まあ、経営陣だったりとか、チームだったりというところがね、まあ、優れてるのかなというふうに感じがします。そしてあと、ヒーテックではやはりセルシウスとエンフェイスというところがやっぱ調子がいいんじゃないかなと思ってます。えー、セルシウスっていうのはね、あのー、まあフィットネス系のドリンクなんですけども、私もちょっと飲まなきゃいけないですね、さすがにね。あのー あの今回のプレゼンテーションの中でね語られたのは結構この今エナジードリンク、ね、あのモンスターだったりとか、えー、とレッドブルだったりっていうのはまあまあまあ人気ですよね、まあ、モンスターとかも2010年代にすごい成長してきたんですけどもただこれにはちょっと一個課題があってあのエナジードリンクって健康にいいのみたいなところまあやっぱ甘いし何かすごい刺激的だしちょっと健康に悪いんじゃないかっていうところやっぱありますよねセルシスっていうところはそういったところにちゃんとこう マーケティングして、いやいや、我々はかなり健康に気を使った、ね、ヘルシー、フィットネス向けのドリンクなんですよということで、え今回の決算も、ね、売り上げめちゃくちゃ伸びてます、うん、売上がめちゃくちゃ伸びてるので、やはりね、非テックのあのグ,ハイグロの中でやっぱ注目かなと思います、特にセルシウスっていうのは去年の10月、11月は実は苦しんでました、アルミニウムの価格が高すぎて、でも今、アルミニウム、ね、全体的にインフラ続いてますあの、エネルギーだったりとか、コモディティ上がってるんですけども、アルミニウムの価格が実は落ちてるんです。 なので、セルシスというところはそれに応じて、ね、EPS の成長が伸びてくると思うのでその今後、今インフレ相場ですよね、<laughs> でもインフレが落ち着いてきて、そうすると別に多分企業は価格すぐ下げないと思うので EPS が伸びてくるタイミングがあるだろうなと私は思ってるんですよ。ただそれれは仮説かもしれないので あのまあ、仮,説仮説ですけどもそれは本当仮説だけにしすぎないかもしれないのでその仮説を証明する、ね、最初のいい事例としては、ね、セルシウス注目すべきだと思いますそしてエンフェイス、まあ、ちょっとね PR が高いのはすごい気にはなってるんですけども、まあ、ウクライナ情勢でねあの原油とかの,この価格が高い中やはり当然すべて、ね、ESG というかこの本。 環境なんてうの再生エネルギーの方に向かわないにせよ、やはりこれを機会にソーラーだったりとか風力だったりとか、まあ、EV も含めてですけども再生エネルギーに対するシフトっていうのはやっぱ加速していくのが世の中的な流れです、でそれを受けてエンフェイスっていうのも、まあ、いろんな企業が Q1 で結構苦しんでる中、まあまあ絶好調ですよね、もうソーラーの需要がやばいっていうことはね、あのやっぱプレゼンテーションで語られてて、で結構気にしてたのがアラリなんですがど、アラリも、ね、そんな下がらなかったみたいなんでね。やはりこの ソーラーのまあ、ね、ト,ップトップランナーであるエンフェイスっていうところは、ね、2020年でやっぱ注目になるんじゃないかなと思いますでもし、ね、エンフェイス、まあ、単独で買うの怖いよっていう方がいれば、ね、T ソーラーの ETF もあるので、ね、そちらもぜひ見てもらえればと思いますそして、e コマース、まあ、e コマースもズタボロです、基本的にはあのどこ見ても e コマースはだめですね、ショッピファイとかエッジとかアマゾンもそうですけどもだめなんですけども、ディーローカルは本当すごいですね。うーん まあ、デ DU ローカルっていうのは、そののまああの各国の決済、えー、なんち言うかな、その、決済に対応したプラットフォームなんですよ。例えば、あのまあ、世界各国そうなんですけども、例えばあのアメリカの業者がね、日本に e コマースで出店して、まあ、e コマースじゃなくてもまあ e ラーニングではならないですけど、出店して、あの決済を取り入れたいと。 決済取り入れたいときに、まあ、世の中の種類ってクレジットカードじゃないですか、大体クレジットカードがあれば、大体どこでも決済できるんで、それはそれでいいんですけども、やはりその、まあ、例えば日本のことを考えるとね、米国空港が日本で決済をしたいといったときに、やはり日本には日本の決済が必要なんですよね、例えば銀行振込当然日本の方々は銀行振込みはよく使いますよね、あの正直な話ね、アメリカって銀行振り込み、そんなにやんないんですよ、本当にそんなにやんないんですよ、アメリカはね。まあ、どちらかというとチェックが多いんですけども。 あの、本当に銀行振込は全然やらない文化だし、チェックもそんなにやらない。ほとんどクレジット文化なんですよね。ただ、日本ってやっぱ銀行振込文化じゃないですか。クレジットも使うけども、あの、アメリカに比べては、日本の方が圧倒的に銀行振込が多いなっていう印象です。で、あとは、日本で特徴的なのが、あの。コンビニ決済、これはもう日本のすごい特徴だと思います。で、これがやはりね、米国の。 まあ、その一企業がね、わざわざ日本のコンビニ決済には対応しないわけですよ。で、D ローカルっていうところは、各国のこういったローカルのペイメント事情にこう対応したプラットフォームを、えー、使っている会社です、えー。日本も確かね、コンビニ決済やってるかどうかは別として、えー、とみずほだったから MFG とか、そういったところの、えー、銀行決済は対応してたと思います。で、それだけじゃなくて、やっぱインドだったりとかあの、南米とかアフリカとかのね、あのまあ、結構詐欺とかも多いし。 決済システムが不安定なところでも、ちゃんと信頼できるパートナーと取り組んで、そういったあの、なんてうかな、その発展途上国、まあ、今からすごい来るところにもこの、そのアメリカのいろんな企業が決済の,このプラットフォーム、まあ、決済の手段をこのサポートしてあげるよということをやってて、これ、めちゃくちゃ伸びてるんですよね、まあ、e コマースが沈んでる中、これがやっぱり伸びてるっていうのはすごいなと思います。 やっぱりイーコマースでやっぱもう一つ挙げたいのがメルカドリブレですね。まあ似たような企業にシーリミテッドっていうのがいるんですけども、シーリミテッドはね、あのイーピース全然残してないので一旦ちょっと置いていきます。で、メルカドリブレはね、イーピースもちゃんと残してるし、売上成長も維持してるし、やっぱ南米ではね、しっかりビジネスの基盤を整えてるのかなというふうに思います。ええー、2020年のね4月のコロナショックの時では、真っ先にこの株価は伸びました。んなんでまあ結構ね昨日あのガファムの テーマはどうだって話をしたんですけども、やっぱ南米はメルカドリブルで強いですね。うん、なので、まあ、次の金融相場が来たらね、ね、まあ、間違いなく注目するべき銘柄の1つだと思います、えー。広告フィンテック、ちょっとね、私も別にマグナイト自体がそんなうまくいくとは思ってないんですけども、あのー、マグナイトって、えーっと、スマート TV 向けの広告システムだっけ、ちょっとごめんなさい、詳細忘れちゃいましたけど、広告関連のビジネスやってるんですよね。まあ、私もあんま注目してないんで、最近はちょっと忘れちゃったんですけども。 決算は良かったですあの。パッと見の決算はね。いや、ほんとこんないいのかなみたいな。決算だけで見たら、ちょっと買いたくなるなみたいなねあの感じの決算でしたんで、まあちょっとね、私もこの動画出した後に、またあのハイグロを物色するときに、ね、マグナイトはしっかり見ていこうかなと思ってます、はい。そしてブロックスクエアですね。これは気になりますね。えっ、ー、と、まあ、売上とかね、パッとしないと思いますけども、これほとんどはビットコインがいい理由ですあの。ビットコインの値段が超下がったので、それに伴い、えー、売上が下がると。 ただし、あらりちゃんと伸びてるんですよ。YOY であらりが30%ぐらい伸びてまして、やっぱポスシステムを伸ばしてきてますし、ビットコインこんだけ減少した中でね、こんだけあらり伸ばしてるっていうのは、やっぱすごいかなと思ってます。で、き、え、のー、のテーマにも関わるんですけども、えー、2020年代は仮想通貨 Web3 がテーマの一つです。Web3、えー、において、今、パブリック上場している会社で一番力入れてるのは、間違いなくスクウェアです。ジャック・ドージーなんてね、もう、あのー、2011年からずっとビットコインを凝ってるね。 あのビットコインマニアですからね、まあ、仮想通貨の未来を語る上で、やっぱスクエアというのは外せない、で、スクエアもね、2020年の4月のパンデミックの時に真っ先に株価が上がった会社ですよね。あの、全然決算見てもね、全然この、まあ、やっぱりちょっとあの売上が落ちてきちゃったんで、さっきの,この売り上げを維持してるから、完全に外れちゃうんですけども、まあ、それはちょっとビットコインっていう外部要因はあるよねっていうこともあるので、まあちょっとすみません、ちょっとここ、私のあれが入っちゃったかな。あの 主観が入っっちゃったかなあの、まあ、フィンテック仮想通貨そして次世代ガバムみたいな選定としてはねやっぱブロックスケアというところはやっぱ外せない感じなのかなと思うのでなんかこれのラインナップ見ても、まあ、次金融相場が来るってなった時に結構安心して買える企業多いですよねまあ,あちなみに青はねもう素晴らしかったって感じです決算がやっぱこれすげえなっていう、うん、クラウドストライクはね えー、今回の計算、非常によかったです。前回から今回にかけて非常によかったです。だからこの青とかは、より注目していきたい、より金融相場で、ね、買っていきたいみたいな印象は私はあるんですよね。うん、データトックもそうでしたよね。あの4月にもう一気にボーンと上がりましたね。クラウドストライクもボーンと上がりましたよね。うん、D ローカルは2020年、コロナ相場以降の、ね、上場だったと思うので、まあ、どうなるか分からない。うん まあさっきも言ったんですけどもね、ちょっとあの買いやすい企業多いですよね、クラウドストライク、G スケラーなんてね、まあ、パラドネットカストも全部大御所だからいいですし、まあ、データドックもね、なかなか順調な企業、まあ、この辺はちょっとね、割と新しい企業だから、ちゃんと買っていけるかどうかっていうのは不安ですけどもね、まあ、セレスすエンフェイスというところは、決算抜群だし、まあ、メルカドリブレなんかもね結構安定的な企業だと思いますしね、ブロックスクエアなんかもまあ安定的な企業だと思うので、この辺のね、ところっていうのは比較的その別に、 すごくニッチなハイグロウじゃなくて、割と買いやすいハイグロウなんじゃないかなとね思ってます。はいまあ、こちら、ね、あ,のあくまでも今回、ね、TikTok、あのー、私がもう100名ぐらい以上調べて、スクリーニングしてきているというところでも、ね、結構時間かかっているので、ここから先は、ねまあ、私もやってきますけども、各決算を見たりとか、数字を見たりして、ね、おのっと深掘りしていっていいただけれればと思います、はい、でそれでで、ね、ご自身の判断で、ね、投資を決めていただければと思います。 そして、ちょっと気になるところっていうところがあります。えーね、EPS が伴ってないんですけれども、高成長しているのはこの辺です。Airbnb、Uber、b i l ッ c o m くら寿司とかは、まあ、成長力が著しいですね。まあ、昨日のこの次世代クラファンのところにもちょっと絡んでるんで、そういった選択基準というところはあるんですけれども、まあ、Airbnb、Uber っていうのは、やっぱプラットフォーム的に、ね、いいポジションにいる。で、売上成長もね、Airbnb は40%、Uber は100何とか伸びてるのですごくいい成長してるんですよね。だからあのーまあのま そのハイグロの中でも結構大きめのハイグロ、で次世代の、ね、ガファのポジションにいるというタイミングでは、ね、この2社というところは注目かなと思います。ベルドットコムは成長率はやたらと高いんですけど E ピ s ス、めちゃくちゃ低い、うん、だからちょっと気になる、くら寿司ね、あの株価、さえないですけども、ね、売上げめっちゃ伸びてるんですよ、うん、これは本当にいくかもしれないですね、次の金融相場でもね、くら寿司はね。 で受注絶好調、生産次第というのがルシッド・リビアンですね、まあ、もう受注もとにかく絶好調なんだと生産が追いつくかどうかというところが EV の、ね、ルシッド・モーザーズだったりとかリビアンだったりというところなので、まあ、ちょっとハイリスク入りたんかなという感じはします。えー、仮想通貨、マラソン・デジタル、クリーン・スパークですね、えー、これらはビット価格の価格が急落しているので、売り上げを急速落としてますけれども、えー、ビットコインの採掘量は増えてます、えー、がっつり増えているので、 まあ再び、ね、仮想通貨が盛り上がって、ね、ビットコインの価格が上がってきたら、ね、この2社というところは、ねまあ、宝くじ的にはね面白い感じになるのかなとか、ね、思っています。一方であのちょっとこれ良くなかったな、逆に悪かったセクターだなというところもあってその話もちょっとしていきたいなと思うんですけどもやっぱステイホーム関連というのは、ね、やっぱけさ渋かったですよね。例えばまああのー それほど悪すぎなかったとっいうことでようやく即打ちしたからのはね、株してますけども、やっぱ決算は悪かったですよね。まあ、生駒も全体的にこう、まあまあ、ステイホーム関連なので生駒だと思うんですけども、そういったところもね、やっぱ悪かったので、ステイホーム関連は全般的に結構ね、まあ、あとネットフリックスとか、うん、そういうとこもある、あ、微妙とかも悪かったですよ。 屋内で楽しむのも屋内でやるものってのやっぱり全般的に悪かったですね。そして広告、まあ、あのもう完全に iOS の,のポリシーチェンジからあの調子が悪いんですけども、やっぱ今回、ね広告出向のしっていうところもあってまあ広告系全般的にきつかったですね、ピンタレスとスナップ、えー、ツイッター、えー、とかね、まあ、フェイスブックもそうですけども、まあ、調子が悪かったかなという感じがしますね。まあ そんんなななに上がることはないいじゃないですか、ね、でイコマもさっきの2つの例外を出しましたけども全体的には調子悪いですよ。エッジとかね、うんえー。ショッピファイとか。うん、まあイコマじゃないけどスポッティファイとかね。うんあのー、ファーテッチとかも悪かったですよ。うん、まあなんかちょっとね時代を感じるというかねちょっと2020年代から変わったなって感じあとサーバー管例外の SARS もよもくなかったです。ククーーパととかオクタとかオタ、えー サインとかね、まあ、今思いつくとこそこですけどもいわゆるビジネスサポート系のね、えー、s a a s っていうのはだいぶこう減速してきたなというところなんで、まあ、これで金融相場だっつってもやっぱクーパーオクタとかが、まあ、上がるとは思いますけどもなんか以前ほどまあすごくいいリターンが得られるようなものにはねならないんじゃないかなとかね思ってたりはしてます。はいというわけでねもう今日はほんとこんな感じのね、あのー、紹介でした。うん でえっと、今後ね、私あの、ハイグロの分析とかも、ね、できればやっていきたいなというふに思うので、ね、ぜひね、えー、チャンネル登録、いいねでね、応援していただければ嬉しいですし、あの金融相場をうまく捉えてね、こういったいい銘柄にポンポンポンと投資していければね、まあ、リターンも結構大きくなるかなと思うので、本当、金利下がったら、これ、ね、ガン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 株価上がってくると思うので、まあ、ただ、金融 もう金利下げますというときには株価が上がってますからねタイミングとして本当にいつか難しいかというところなんですけども一部の銘柄は底落ちしてますしあの決算がいい銘柄に関して言うとね、ねここから先結構こう、下方リスクというところはねだいぶ限定的なのかなとも思うので本当次の CPI、次の次の CPI とかインフレピーカーとかが確認できたくらいからね全然打診買いして,てまて、あ、私の,その4月の打診買いも 半分ぐらいはね、今黒、プラテンしてるのでね、まあもう一回下がるかもしれないですけどもね、下がったタイミングとかでね、こういったハイグロス仕込んでいくっていうのはね、非常にいいんじゃないかなっていうふうに、ね、思ってます。引き続きねえ、いいね、チャンネル登録で応援していただけたら嬉しいですし、スーパーサンクスもあるんでね、そちら応援いただけたら非常に嬉しいですそしてねえ、釣りのインスタグラム、TikTok ね、そして YouTube のね、動画もね、あのコメントで YouTube 登録しましたって、どうやって分かったんだろうって感じなんですけども、あのまだ大っぴらに公開してないんですけど、実はチャンネルもあるんですよ、実は。うん。まあ、インスタグラムからいけるんですけどもね。 でもうテスト動画を1個投稿してるんですよね。でテスト動画じゃなくて、もう釣りチャンネル始めますみたいな動画とかも、あのそろそろ、ね、やっていく、週末に、ね、釣りしてきてね、素材は揃ってるんで、その辺とか編集してね、なるべく早めに、ね、上げられるようにしたいなというふうに思うので、こちらも応援いただけると嬉しいです。というわけでね、今日はね高さんの配偶っという、ね、内容でお届けしました。ではね、えー、明日からね、私も仕事で米国あのマーケットも開けますんでね、また明日からもね、えー、よろしくお願いします。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。